こんにちは。今日は前に顔が見えないなんかおかしなオープニング映像をあげたんですけど、今日からそのメンバーたちと一緒にいろんな機会をやると思います。まず僕たちは7年前にボランティアで会いましたけど、都市は全部違うけど、僕が一番年上です。2年、3年前には、たまに連絡だけしたんですけど、最近は3人全部近いところに住んでいるので、最近は一番近い友達になりました。まず僕たちは今韓国ではすごくストックの勉強が流行っています。だから僕たちも3人で一緒にストックの勉強をして、直接ストックをする YouTube チャンネルを作るかと思いましたが、僕は今このチャンネルといろんなチャンネルをやっていますけど、この方々は日本について何も知らないし関心もないから、逆に そんな、何も知らない普通の韓国人と日本についていろんな話をするのも面白いじゃないかと思いました。だから、たまに出て、一緒にするつもりです。よろしくお願いします。일단오늘이야기하기전에일본에대해서우리가대화해본적이없잖아그래서선생님들일본에대해서어느정도아는지를내가모르니까일본에대해아는거있어요일본에갔다온적있어요많이간게아니라딱한번갔는데、네、그때대학교때민족문제연구소랑같이조인해가지고대학생우리동아리랑민족연구소랑옛날에그조선의통신사가갔던평화의길이라는컨셉트로해가지고도쿄도갔고오사카갔고뭐평화박물관이런데가고우토로마을가고이런데그때한번갔을때기억이좋지않았던것같아요너무덥고너무습하고여름에갔거든요아니여름은우리나라보다훨씬더우니까요그때는우리나라날씨가좋을때였다고우리대학교때보다날씨이렇게그지같지않잖아요날개트니까지금은거의따라잡았는데그러니까그당시에는진짜그런날씨는처음이었어내경험상그래서너무최악이었고선생님저는가본적은없는데주변에일본을좋아해서거의매년1년에한두번씩가는친구가있었어요벚꽃보러아근데벚꽃보러근데어떻게보면되게유니크하다 선생님은대학교때한번가보고안가봤으니까이런사람없죠컨셉에맞네 이런사람일본에대해관심도없고잘모르는사람찾기가힘든데어떻게 아그렇구나보통엔간하면제일가깝고싸니까해외에가면한번은가는데갈마음이없어그럼일본그런거말고일본문화에대해서도아예모르겠네요일본문화근데우리나라에서일본문화가당연히막유명하거나메이저였던거적은이미내시대때부터없었던것같아내기억에내가중학교고등학교때잠깐그때이제나는밴드를했으니까밴드음악이일본음악이인기였을때가잠깐있었거든요지금생각해보면내가고등학교때근데그때부터이미한국음악이많이성장해서일본음악이나팝을안듣기시작한세대여서내가고등학교때내가중학교때는팝엄청많이들었거든요근데안듣기시작하니까그이후로굳이지금도사람들이좋아하는거를굳이따지면오늘얘기하겠지만만화나애니메이션인데저는거기에는관심이또없었거든요그래서난전혀모르고나는그나중에드라마좀보고일본방송이좀재밌었던시기가있거든요완전파격적인그예능을많이했을때그거막번역해서많이한국에서해줘서그거보고그랬는데선생님들은일단아무것도모르는상태로